天空の騎士ロデア。天空の大地は俺が守る。心に決めたんだ。天空の大地は俺が守る。心に決めたんだ。序章、追憶の炎。セシリア姫、追っ手に追いつかれたのか。守らなければ姫と時のねじ巻きを。行動系統を再確認。歩くには十字ボタンを押し続ける、 B ボタンを押し続けることでもポインターに向かって歩くことができる。まずは地上を進んで様子を見よう。目的地の設定完了。虹色のマーカーを目指そう。よし、上空の戦闘が止んだ。今なら空から行けそうだ。ウィーリモコンで目標をポイントし、まずは B ボタンを押しながら勢いよく動かす。予備飛行に移行して上空の飛行中に次の目標へ飛ぶことも可能。ただし遠すぎると飛べない。上空問題なし。予備飛行から飛行に移る。飛行するには予備飛行が必要だ。予備飛行状態でポインターが表示されたら飛びたい場所に合わせてジャンプボタンだ。虹色のマーカーの方向にセシリア姫がいるはずだ。どんどん消費されてなくなると飛べなくなるから気をつけてくれ。飛行エネルギーは着地するかグラビトンを取ることで回復できる。グラビトンを所持していると飛行エネルギーがなくなっても、飛ぶにはウィーリモコンで目標をポイントし B ボタンを押しながら勢いやり動かす。左下の数値が所持グラビトンだ。ただ効率は良くないから注意してくれ。飛行中に次の目標へ飛ぶことも可能。ただし遠すぎると飛べない。飛行中に A ボタンを押し続けるとブーストアタックが発動する。なおボタンはオプションから変更可能。
っていたか。敵や攻撃に当たるとダメージを受けて、左下のアーマーエネルギーが減る。カメラを動かすにはポインターを画面の端へ。これがなくなるとミスになるから気をつけてくれ。左下の数字は俺のスペアパーツの数だ。こっちがなくなるとゲームオーバーだ。村人をキャットで一つ回復させることができるから覚えておいてくれ。それじゃあいつらを倒して先に進もう。ブーストアタックで攻撃だ。扉の前に瓦礫か。まずはこそ予備飛行で上空に上がって飛行しよう。今すぐに参ります。飛行中にボタンを押し続けると、ブーストアタックとボタンを合わせて飛行する。あと押し入れアタックボタンだ。通常飛行よりも飛行エネルギーの消費量が多いから注意してくれ。ポインターが目標から少し外れててもオートエイムで自動的に照準が合うようになってる。ガンガン狙っていこう。他にもブーストアタック後、回転中にアタックボタンを押せば連続でブーストアタックができる。でも飛行エネルギーの消費が激しいから要注意だ。セシリア姫、時のねじ巻きどうにか持ち出しました。早く手当てを受けに。長ゴンではね、これを使ってここ天空の大地ガルーダを侵略するおつもり。セシリア姫、喋らないでください。どうしても逃がしたくないようだな。逃げられます。何を言ってるんです。俺は姫を置いてなんか行きません。この半分はあなたが、時のねじ巻きは半分では機能しません。私たちがお互い逃げ延びれば。いやだ、一人でなんか。これは命令です。知ってるくせに。俺はもう普通のロボットじゃない。俺には心がある。セシリア姫がくれた心が。そんな命令聞けるはずないだろう。ありがとう。あなたは一人じゃないわ、ロデア。天空のガルーダを私たちで救うの。それでね、ロデア。